どううもおお疲れ様ですすすはようございまま9月6 6日の朝6時の朝時相場解説になりますさあ9月も入りましてね最初の1週間を迎えてるわけなんですけども、えー、今週36週目は基本的にはね木曜日まではずっとテクニカルで突っ走っていってもいいかなっていう中で上昇圧力がありますので一応ね月曜日火曜日と 最初から倍の方向で、えー、皆様にはお示し示しておりましたただねもっともっと積極的に言ってもいいかなとよかったかなというふうに昨日の時点ではあの今思えばですけどね思いますねただ昨日の時点でその判断っていうのはできなかったっていうのは、まあ、私の力の、ねえー、限界であるのと同時に、うん、やっぱり、ね、介入っていうところが、ね、どうしてもちらつくんですよね、まあ、そういった意味でも昨日は、まあ、あ程よかったのかなって気もしますけども やっぱりね、147円をここまで大きく突破しちゃうと、あもうちょっと積極的にやっとけばよかったのかなっていうふうに振り返ることも、まあ、本当のとこです。で、え昨日の陽線ってのは、これぐらい強く残りました。そして今日はどういうふうになるのかまだね、あの、ちっちゃく青いのが出てる限りなんでわかりませんけども、ただここまで大きく伸びちゃったらね、さらに大きく伸びるというふうに期待したい気持ちもあります。というのが、 3ペイが出てるでしょでもこの賛っていうのは下ひげで始まっていて2個目はちょっとちっちゃくなりましたけども3つ目はこれだけ大きく跳ねてるわけですよ基本的には強気でいけばいいんじゃないかなっていうふうに感じるんですけどもただやっぱり介入っていうのがちらつく時にねここまで強く上昇してしまうとこの口先介入ぐらいは入るんじゃないかなっていうのとそれが入るんじゃないかなって考えていく資金をたくさん持った投資家さんの資金注入っていうのは抑えられるような気がするんですよね。 まあでも基本的にはロスカットを食らうまでは倍を入れていきましょうというのが基本スタンスですそれを踏まえた上で4時間1時間を見ていきましょうで次1時間4時間か4時間なんですけどもまあこのね凄まじい上昇格ですよねもう垂直に上に上がってますもうこれ以上ないってくらい上がってますのとあとはあのこちらにね潜った時に、えー、包み足出てるじゃないですか包み足がここでこの包み足が 急騰のきっっかけにになったっていう,ふうにも言えるわけですよもちろんこれ材料なんでね何と言いませんけどもでも材料っていうのは大きくうまあ下りトレンドとかねえー、売りトレンドか売りトレンドから買いトレンドに変えるきっかけにもなったりするんですよで材料があろうがなかろうが結局あのトレンドの方向に向かいますんでそれをお頭にね入れておけばあ上昇トレンド中っていうのはねずっと前からあの月足にしても週足にしても日足にしても あったわけですから4時間1時間レベルで瞬間的に下りに触れることがあっても結局上の方に戻っていくってことはまあ考えられたと思うんですよね下に潜っても上に戻るでしょ下に潜るとしても上に戻るでしょこの繰り返しでできてますんでねだから短期的には右肩下がりはあるんですよ短期的にはねでも結局は支配並みに引きずられて上に戻っていくってことは今までお話した通りでございます で、1時間を見ていきましょう。今日は一体何をすればいいんだって話ですもど、えー、基本的には倍一辺倒でいけばいいんですよ。ただしちょっと動きが変わりましたのは、前回、FX オリガラヒの皆様にはお話ししましたけども、ここがね、ちょっとね、陰線の並びが出てきましたよね。ちょうど上昇したこのチャートに、蓋をポコンとした形になります。この表現でもたまにするでしょ、蓋をしたような形って。 で、これってのは一旦横ばいに入ってそこからブレイクして上昇ってのはあり得るんですよ。だからそれに近い形になったんじゃないかなと思いますよね。それに加えて今この陰線の束がそのまま下落していくとしたら、やっぱり移動平均線のこの赤いところに触れた瞬間に上に伸びる降参が強いですから、そこを押し目のね、買いポイントとすることもできるよってことです。 さあそれではね、いろいろと申し上げましたけども、も総じて何をすればいいんだって話ですけども、今日は基本的に倍で攻めるんですけども、すぐに倍でエントリーする方法はもちろんあります、今ね、多少下がってるところなんで、買い場にはなってるんですよ、うん、ですけども、思ったよりも早く147円の中盤から後半に伸びていきましたんで、どこかでこの買いのポジションが決済される可能性はあるなっていう風に感じてるんですよね。 で、そこをいくら想像して警戒してもしょうがないんですけどもきちんとロスカットを設けてね倍でエントリーするっていうような基本姿勢は月曜日と火曜日と同じでございます基本的には今日もそうやっていきましょううんただどっかで大きくどっかのポジションが利確された場合っていうのは結構下がっていくと思うんですよその時は早めにロスカットラインを動かす,動かすことなくね損切りをして離脱して様子を見るって形に変わった方がいいと思いますそこで潮目が変わる可能性がありますんで 今までとはそここがちょっっとと違ったところでですかね、はい、今まではあの一旦下がってもそれが押しめになっていったんで会話にはなっていたんですけども今日に限っては一旦下がったところが会話になるというよりもねそれがきっかけで下落に一定期間転じる可能性がありますのでそこは警戒していきましょうってことになりますまあ警戒っていうとね曖昧な言い方になっちゃって申し訳ないんですけどもあのどうしろこうしろって明確なことってのはね今の時点ではわからないことがあるわけですよ うん。だから、それはもう仕方がないじゃないですか。うんだけども、こういった形で最大限の利益を追求しながら、警戒すべき点っていうのは、警戒しましょうって言い方しますんでね。昨日とおとといっていうのは警戒しましょうなんて言わなかったと思いますけどもね。今日はそれだけ潮目の変わる可能性を、半歩前、一歩前にお伝えしているっていうところになります。さあ、それではね、次回の相場解説は9時前後にしようかと思いますけども、その後は午後ですかね。えー、つぶに変化を追っかけていこうと思いますので、 えーまあ、毎時間毎時間見に来るのは大変だと思いますけども34時間に1回はあの FX のオリガルヒ更新の方を見ていただければと思います、えー、それではよろしくお願いしますお疲れ様ですはいちなみにですけどもちょっと材料をさらっとおさらいしておきましょう特に気になる材料はないっていうふうにはあの週の初めにお伝えしましたけどもそれでもね、まあ、放置してずっと見ないんではないですからちょっと確認しておきましょうね水曜日やっぱりありませんね 夜8時とか9時にアメリカでちょこっとあるぐらいです。で、ISM が23時にあるかなっていうところなんで、ここは大きく変わるかもしれないですよね。で、それで終わりと。木曜日、明日は、日本はちょっと8時50分にありますけども、14時もありますけども、いよいよほとんどないですね。ユーロがちょっと激しい動きするのかな。それからアメリカも21時半にちょびっと出てきます。というところで、木曜日も何もないと言ってもいいのかなと。 やっぱ金曜日ですね金曜日は朝から GDP が出てきますんで、金曜日はできれば木曜日までの利益を積み上げて、あの気楽に金曜日はねトレードしなくても過ごせるようにしたいですね。まあ、月から木曜日までできちんと資金が詰めていれば、金曜日は見るだけでもいいんですけども、逆に木曜日までで、このテクニカルだけで稼げるときに稼げなかったら、金曜日はどちらにしてもね稼ぎにくい日ってことにな,じなっちゃいますんで、最も難易度の 高いのは今週は間違いなく金曜日ですねはいというところで今日は終わりですお疲れ様で今日じゃなくて今回は終わりです